ブルーピカルディ・スパニエルブルーピカルディ・スパニエルとは、フランス原産のスパニエル犬種である。犬種名は、ブルーピカルディ・スパニエルと表記されることもある。なお、名前の似通った、ピカルディ・スパニエルは、これの原種である。19世紀後半に作出された犬種で、ピカルディ・スパニエルにゴードンセッターを交配させて、改良を加え、能力だけでなく美しさもより際立つようにして、 作り出された犬種である。ブルーピカルディースパニエルは主に調料犬として多目的に使われた。山尻やカモなどの鳥を探し、発見すると主人にセッティングを行って知らせる。主人は犬に従って鳥を投げ網で捕らえるか猟銃で撃って仕留め、猟銃で撃ち落とされた場合は、本種がそれを回収する役割も果たす。ブルーピカルディースパニエルは、ゴードンセッターの血により、 ピカルディ・スパニエルよりもセッティング能力に長けているのが特性である。元から貴重な犬種ではあったが、同じくフランス原産の最色剣美の貴重なスパニエル犬種であるポン・オードメル・スパニエルとピカルディ・スパニエルに比べると恵まれた人気を持ち、ペットや小ドッグとして人気がある。1987年にはフシーに公認犬種として登録され、ヨーロッパでは 年々人気が高まっている。とはいえ、まだ世界的な頭数は少ない。原種である、ピカルディ・スパニエルと比べると、さらに飼育しやすく、洗練されたエレガントな容姿を持っている。均等の取れた体つきで、足が長く、頭部も、ピカルディ・スパニエルより小さめである。耳は、少し長めの垂れ耳で、尾は長い垂れを耳と尾には、飾り毛がある。コートは、 柔らかいロングコートで、毛色はブルーローンかブラックローンを地としてブラックのブーチがあるもの。体高56から61センチメートル、体重19.5から20.5キログラムの大型犬で、性格は知的で、温厚、冷静で攻撃的な面が一切ない。子供も大好きで他の犬や猫に対しても友好的である。しつけの飲み込みや、 状況判断力が良く、協調性も優れていて、家庭犬として飼育するのによく向いた犬種である。ヒカルディ・スパニエルよりも劣る点は、体力や陽気さであるが、家庭犬として飼育するにあたっては何だ問題点とはならない。運動量は普通である。ありがとうございます。